ゴードン・ダニエル・ヘイワードは、アメリカ合衆国、インディアナ州インディアナポリス出身のバスケットボール選手、NBA のシャーロット・ホーネッツに所属している。ポジションは、スモール・フォワード、または、シューティング・ガード。バトラー大学で2008年から2010年までの2年間所属し、同大学を2年連続で、NCWA トーナメント決勝に導いた。2010年の NBA ドラフト、 一巡目9位でユタチャズに指名を受け入団した。一年目の2010から11シーズンは72試合に出場し17試合に先発して平均5.4得点を記録した。2011から12シーズン、2012から13シーズンと着実に出場時間、平均得点を伸ばし、2013から14シーズンにはスターターとして定着し、 出場77試合すべてに先発し、平均16.2得点、5.1リバウンド、5.2アシストすべて、キャリア最高を記録し、ジャズの主力へと育った。オフに制限付き FA となった。2014から15シーズン開幕前の2014年7月10日、シャーロット・ホーネッツから提示された4年6300万ドルのオファーシートにサインしたが、2日後にジャズは、 同額の契約を提示し、再契約が決まった。このシーズンからは、先発に定着し、77試合に平均36.4分の出場で、16.2得点5.1リバウンド、にアシスト1.4スティールなどを記録した。2015から16シーズン、2016年2月9日のダラスマーベリックス戦では、119から119で、 迎えた延長第1ピリオド残り数秒の場面から決勝ブザービーターシュートを決めた。2016から17シーズンは右手の負傷で出遅れたものの復帰後はチームの快進撃を演出。2017年1月26日には NBA オールスターゲームの出場が決定した。以降もエースとして活躍しカンファレンス準決勝まで導いた。 ロサンゼルスクリッパーズとの1回戦の第3戦では40得点を記録した。レギュラーシーズンでは平均得点が初めて20得点を超えた。2017から18シーズン開幕前の2017年7月4日、ボストンセルティックスと4年1億2800万ドルの大型契約を締結。バトラー大学時代の恩師ブラッド・スティーブンスの下で頂点を目指すことになった。 開幕戦となったクリーブランドキャバリアーズ戦で左足首を骨折する重傷を負ってしまった。結局リハビリのためシーズンの残りの試合は欠場した。2018から19シーズンは前日の怪我から復帰し、主にシックスマンとして72試合に出場したが、平均25.6分の出場で11.5得点4.5リバウンド3.4アシストと、 低調な成績に終わった。2019から20シーズンは、ジェイソン・テータム、ジェイレン・ブラウン、マーカス・スマートラとの兼ね合いで、パワーフォワードとして出場することも多かったが、平均33.5分の出場で17.5得点6.7リバウンド4.1アシストなどと、オールスターに選ばれた3年前に近い成績に、復調した。オフの2020年11月に、 選手オプションを破棄して FA となった。2020から21シーズン開幕前の2020年11月21日にシャーロット・ホーネッツと4年1億2000万ドルのマックス契約を結んだ。2021年1月6日のアトランタホークス戦で自己最多の44得点を記録した。このシーズンは44試合に平均34.0分の出場で、 19.6得点5.9リバウンド4.1アシスト1.2スティールなどを記録した。3P 等の外角シュートが得意なシューター型の SF。近年はフィジカル面も向上し、ドライブからも点が取れ、豪快なリュープを決めることもできる。当初は AS としてプレーオフに導くことができなかったものの、オールスター選手にも選ばれるリーグ屈指のフォワードに成長した。 MLB のシンシナティレッツに所属するタッカーバーンハートとは幼馴染みである。ありがとうございます。